東京駅の八重洲南口、マクドナルドのあたりは夜9時ぐらいになりますと異様な雰囲気になります。私がバイトしていた 7,8 年前にはすでにこんな感じになっていました。もっと昔からそうでしょう。人が地べたにたくさん座っています。これは目の前に JR の夜行高速バスドリーム号の出発ターミナルがあるからです。各方面に向けてこれから出ていく夜行バスドリーム号の車両が今次々に東京駅に集まり、時間になるとどんどん出発していきます。ここにやってくるのは JR バス関東、JR 東海バス、西日本 JR バスの様々な主に2階建てのバス、全部ドリーム号です。国鉄から受け継いだツバメのマークを掲げて今日も東海道を疾走しています。これには様々な種類があります。まず一番下、青春エコドリーム、その一つ上、一般的なクラスとしてはグランドリーム、さらに上、プレミアムドリームというのが当時あり、また最上位としてこの間紹介したドリームロリエがありますが、なんと今回は最下層に超特特ドリームというのがありまして、これは現在はもう運転していないんですけれども、この当時存在した臨時便、最下層のクラスです。いやー、これに乗ってみたいと思っていたんですが、念願かなって乗ることができました。使用車両は三菱エアロキング2階建てのバスです。安いとは言っても結構しっかりした作りにもちろんなっていて、例えば扉を開けているところに赤いランプが点灯しています。鉄道の移動禁止赤旗みたいですね。あの中に荷物を格納するんだそうです。かっこいい見た目。エアロキングというのはもともとこのように観光バスで使うことを想定して作ったそうですが、ただ天井が低いということもあって、どちらかというと JR 系の夜行高速バスとして中心に使われてきた経緯があるようです。そして誘導の方がかっこよく笛を吹いて、今超特特ドリームが京都大阪へ向けて出ていきました。実は今すぐ超特特ドリーム号に乗るわけではなく、私はあまりにも楽しみだったので、自分の出発の前日に一旦東京駅の八重洲南口に出て、超特特ドリームやその後に続く青春エコドリーム、京都奈良行きなど様々なバスが同時に出ていく光景を前日のうちに見に来ていました。この翌日、本当にその始発点新木場に向かい、実際の旅立ちということになります。この間大阪から東京まで最上位のクラスドリームルリエのプレシャスクラスという素晴らしい座席に乗ってきたばかりです。私の体はすっかり贅沢な旅行に慣れてしまってきているような気がしましたので、ここで一発カツを入れてやる必要があると思っていたのでした。今日はね、 JR 東日本京葉線新木場駅に来てるんですけども、まあ今人がいないからいいかな。今からズボンを脱ぎます。あそこに交番あるんですけど、何もよりによってね、交番の目の前でズボン脱がなくたっていいじゃないかと僕自身思ったんですが、他にカメラを置ける場所がなかったんですよ。いや、一応交番の人に悪いからね、交番とかおまわりさん全般に悪いから僕言ってきますけど、警察とか自衛隊とか、なんか船長さんとかですね、そういうその命を懸けることを職業とされてる方って僕は尊敬しますよ。ということで大丈夫です、ちゃんとね下に履いてました。別にこの動画は警察を挑発するために撮ってるわけではありません。あそこに交番があるのはたまたまです。おお、もう来てたわ。そろそろもう一度姿を現すでしょう。今からね、最低の夜行バスに乗ります。何をもって最低なのかというと、その運賃です。この新木場から東京駅バスタ新宿を経由して京都大阪へ向かう超特特ドリーム号は運賃わずか2500円。来たあれですよ、4列掛け。しかしトイレはついています。運行は JR バス関東および西日本 JR バス、 JR バスの運行するドリーム号の中で2022年3月31日まで限定で運行されている超特特ドリーム号に今回は乗ります。いわゆる格安バスというやつですね。今夜はこれとの戦いです。テンションが上がってきたな。本当は上がっちゃいけないんだけど、心を落ち着かせてね行きたいところなんだけど、あ、今のところ乗り場には一人しかいらっしゃらないですね。多分バスマニアとか鉄道マニアの方だと思いますが、この新木場はね、東京ディズニーランドにとても近いんですよ。そしてディズニーランドからのお客さんを拾うため、このバスは新木場始発になっていると思われるんですが、バス乗り場には男性それぞれ一人旅の姿しかありません。みんなこの伝説的に安いバス超特特ドリームに乗りたくてここまでやってきたんだな。ツバメのマークの JR ハイウェイバス、値段は安くても運転の方の技術は一流です。それではここで JR バスドリーム号の種類について簡単に紹介したいと思います。最上位のドリームロリエ号は個室タイプのプレシャスシート、そして広いアドバンスシートがあります。
ついでプレミアムドリーム号、これもかなり広い、しかし1階席のプレミアムシート、やはり広いスーパーシートというのを備えています。これも相当いいそうです。そしてグランドリーム号というのがあります。これは3列になっているグランシートというのがありまして、結構快適だと思います。その下に青春エコドリーム号があります。これは4列シートですから、だいぶきつい部類に入ると思います。そして今回臨時運行されているのは最下層の超トクトクドリーム号です。これは基本的には青春エコドリーム号と変わりません。だから座席については同じなんです。同じ車両を使っています。ただ運賃が安く、一般的には夜行バスは運賃が安いとその分客層が大幅に悪くなると言われているので、そこが見どころです。ということで、ついに覚悟を決めて、まだ車内は空いていますが、これから乗り込まなければなりません。自分のカバンの中から使う荷物をしっかり取り出しました。こんな大きな荷物を持ち込むことはできないので、これは下の部屋など荷物の入れ場に入れていただくことになります。そして乗車、ここがまずは1階席です。階段を上って2階席へ。やはり2階建てのバスに乗るときにワクワクする瞬間です。天井は低めですが、頭を打つというほどではありません。最前列を今回は指定してあります。横にカーテンが一部だけ備えられています。これはどうも女性席のようです。また全座席にパーティションが設置されています。思っていたよりも車内も綺麗です。また座席の下はこんな感じで空いているので、ある程度足を伸ばすことができますが、私は全部伸ばすとすねが当たってしまいました。なお最前列だけはこのように伸ばせないような作りになっています。その代わりに前をこのように開けて全面展望を楽しむということもできます。ただ夜はあまりその明かりが入ってこなかったですね。ぴったりとここにカメラをくっつけて、それでなんとか撮影できたという感じです。今バスは永泰通りを進んで東京駅方面に向かっています。丸と×の表示をして、今あなたが走行できる車線はここで、中央線はこの位置にありますよということを伝えています。この永泰橋は重要文化財に指定されている東京の名所でもあります。実はこの時ですね、私の他にもう一人だけ別のお客さんがいたんですが、その方は実は私のぴったりお隣でして、しかも視聴者の方でバスマニアというとても心強い方でした。私よりも断然お詳しい方でした。いやーありがたい、私よりも年が下の方だったんですけれども、とても聡明な方で、いや素晴らしい体験だったなと思ったんですが、安心して一晩を過ごせる旅の友を見つけたことで、今回の旅も随分いいものになると思いました。目の前をビートルズよろしく人が横断していきます。エアロキングの最前席からの景色は見事です。だいたい視線の高さは3メートル超ということになると思いますが、通常道路を3メートルの高さから見下ろしながら進むということはありません。他の車をみんな踏みつけて進んでいけてしまいそうな爽快な気分を味わえます。さてバスは先ほども一度紹介しました東京駅八重洲南口にやってきました。しかしまだ先行のバスが乗り場に止まっているようです。多分指定されたバス乗り場があるはずなので、そこのバスが出ていったらば次にこの超トクトクドリームの順番ということになります。ここで一旦順番待ちをして、おそらく誘導の担当の方の指示に従うということになるんでしょう。一旦リクライニングを倒してみました。まあまあ倒れます。ただ足元はやはり伸ばせないので、ここからお客さんがいっぱい乗ってきてしまうだろうから、最後にここで足を伸ばして運動しておきましょう。横の方と一緒にこんな風なことをやっておきました。さあこれからが戦いの始まりです。ここにコンセントがあることに気づきました。しかしよく見ると窓側の方と通路側の人で2人でシェアをするという仕組みのようです。でも普通ありますよね。1個しかないかな。ありました。すいません。でも普通全席あるはずなの。あ、でもなんか1個しかないですね。という感じでコンセントは1個しかありませんが、多分後からつけてくれたものなんじゃないかと思うんですよね。あんまでも使えないですね。他に読書灯もあります。ただつけると眩しいので、あまり使う機会はないかもしれませんね。でも使ってる人もいました。あとはこれが監視カメラ。エアロキングの場合、運転手の方からすぐには状況を確認できないですから、これがあると安心ですよね。さあ先行のバスが出てきました。あれはドリームルリエじゃないのかな。 JR バスの最高峰、その後に JR バスの最下層。素晴らしい入れ違いですね。超トクトクドリーム到着。ただいま22時53分です。出発は23時ちょうど。7分間でお客さんの乗せる扱いをします。お客さんが続々と乗ってくる音が聞こえます。ちなみにこれはこの前日に下見に来た時もそうだったんですが、客層は結構いいんですよね。誘導の方の指示に従い、
転手さんが東京駅から出発してくれました。静かですよね、最前列。バスのエンジンが後方にあって、また1階部分にあるわけですから、2階のこの高さからはほとんど音が聞こえません。多分前方席の方がバスの乗り心地はいいんじゃないのかなということをこの時に思いました。さあ、さまざまな他のドリーム号と一緒に東京駅を出発です。前のバスはドリーム静岡、静岡と浜松に寄り道をしながら、途中掛川とかも寄るんですよね。だいぶドリーム号の中では距離の短いバスだと思います。ドリーム号というのは基本的に京都もしくは大阪行きが基本となっていまして、そちら方面に行くものに関してはドリーム大阪とかそういうふうなことは名乗りません。なんかものすごい勢いで突進してあそこのバスになんかぶつかりそうになるぐらいに走っていく2人組がいて、この時見てて怖かったですね。さて、女性陣がたくさん乗り込んでこられました。女性専用の枠がありまして、そこで申し込まれた方はこのようにカーテンがついているところに座ることになっています。こちらも気兼ねがなくていいです。バスは今内堀通りを走行中。これから皇居をぐるりと半周し、その後半蔵門、麹町警察署の前を通って四ツ谷などを経由し、地下鉄丸の内線と同じような感じで新宿の駅の方に近づいていきます。これで大体説明はついたでしょうかね。夜の東京都会の景色をバスの中から見ます。今四ツ谷見附、まさに JR 四ツ谷駅の真上の橋です。その後新宿通りを進み、これはちょうど地下を通り抜けているところですね。これを抜けたらばもうすぐにバスタ新宿に寄るということになります。お客さんを乗せるのは3カ所のようです。バスタ新宿と前の東京駅、そして新木場駅の3つ。上り坂を進んで間もなくバスタに着きますが、本当にエンジンの音が聞こえませんね。新宿のあたりでは何回かシャッターを切って夜景の撮影もしてみました。やはりかっこいい。2階のエアロキングから見るならではの迫力だと思います。左手がバスタ新宿、ここから乗ってくるお客さんが結構多かったように感じました。急な上り坂を進みます。ここが見ていてかっこいいところですよね。先ほどの東京駅のところはやってくるバスはほとんどが JR 系のものでしたが、バスタ新宿に関しては旧ツアーバスの会社とか、まあ、様々なバス事業者がやってきていて、ドリーム号はその中では割と高級な方の部類に入るんじゃないかと思いますが、超特特ドリームに関しては別です。おそらく今東京と大阪の間を走っている中で一番安いのが超特特なんじゃないですかね。それなのに客層が思いのほか良くて本当に驚くばかり。お、また目の前にさっきのバスが止まっていますね。今出て行ったこのバスが JR バスの最高峰ドリームルリエです。あれも同じようにこれから大阪へ向かいます。ここでもまた巧みな誘導が行われ、その後出ていくこの緑色のバスは桜観光ですかね、まあ、本当にいろいろな会社のバスがここにはやってきます。そして超特特ドリームの番です。ここでお客さんは全員乗り込んできました。空きは一席もなかったんじゃないですかね。もう満席だったと思います。でもお客さんはみんな品の良さそうな人たちばっかりでしたね。あとご年配の方が多かったのが印象的でした。皆さん切符とかどうやって予約したんでしょうね。慣れてんのかな。とここでですね、問題が発生してしまいました。何だったかと言いますと、私が自分の座る席を間違えていたのです。そんなことあるのと思いましたが、私は実は最前列を予約していたわけではなくて、もともと別の席を予約した後ずっとキャンセルが出ないか見ていたら最前列の空きが空いたので、そちらに変更をかけたつもりでした。ところがその変更の手続きがうまくできておらず、実はその席は他の人がその後に買ってしまっていたらしいのです。私は平誤り、そして本来の指定された後方の席に移ることになりました。うわー残念なんだよ。せっかく仲良くなれた旅の友として一緒に行くはずだったその方にもお詫びを申し上げ、本当にすいませんということになってしまいました。ということで今度の席は後ろから2番目の通路側です。右手前方に大学生グループ、またすぐ近くには階段がありまして、扉の開け閉めの音がここまで聞こえてきます。ただ先ほどと違って前後に足を伸ばしやすいというのは、前後というか前にですね、この点に関しては先ほどの席よりもだいぶ条件が良くなりました。
エンジンの音がさっきよりもだいぶ響きます。随分条件が違うんですね。ちなみに先ほど私が間違えて座ってしまっていた席にやってきた後からバスは新宿で乗ってこられた方はとても親切な方で、あ、すいませんみたいな感じですね。私が間違えて座っちゃっていたのに怒ることもなければ、またその後私の隣にもともと座っていたその視聴者の方曰く、あの方すごい優しい方でしたよということですね。車内の雰囲気はとにかく和やかになっていました。私も隣の席の方にご挨拶ぐらい申し上げようかなと思ったんですが、すでに寝る体勢に入られているところだったので邪魔にすることは良くないなと思い静かにしておきました。また今回私はここで秘密道具を持ってきていたのでこれを取り出しました。今回のために用意したもの、簡易枕です。これに持たれて寝ることができるというものです。甲州街道に出るところのようです。先ほどと比べると随分車内の音が、エンジンの音がですね、主に大きくなってきて、運転手さんの車内放送があまりよく聞こえてきません。前と後ろでこんなにも条件が違うのです。またこの首に持たれられるというやつなんですけれども、効果はあるにはあったと思いますが、やはり重きし持たれられるわけではないので、完全に持たれたら取れてしまいますから、まあそれは何よりはある方が随分いいなぐらいの感じでした。この座席で今からあと8時間程度大阪まで座っていくことになります。ここで懸念していたこととしては、右前方に座っているおそらく大学生と思われるグループ1行、ここで楽しげな旅の思い出になるでしょうね。おしゃべりが始まりました。そのお話がどれぐらい進むのか、私もちょっと気になってはいましたが、まあそれも夜行バスならではの醍醐味だと思い、とりあえず車内でおとなしくしておきました。バスは今首都高速道路に入り、大橋ジャンクションから渋谷線、そして東名高速道路に進んでいくところです。有名なぐるぐるジャンクション、これなんで映像を撮っているのかというと、その聡明なですね、私のお隣に座っている私よりもうんと年下の方がですね、スーツさんが使うんじゃないかなと思って映像を撮っておきました。わざわざ撮っておいてくださったそうです。いや本当にありがとうございます。この大橋ジャンクションはかなり長く本当に延々とぐるぐる回り続けるものです。でこれがね、私は通路側に座ってるからもう全然外の景色なんか何にも見えなかったんですけれども、ただ、まあ、これがですね、外が見えないと自分がどこを走ってるのか全然分からず、この大橋ジャンクションを走っていたということについてもあまりよくは分からなかったんですよね。ずっとこんな左に曲がってるから遠心力とかで分かるんじゃないかなと思ったんですが、運転が丁寧だからなのか、この大橋ジャンクションの設計がいいのか、まあおそらくはその両方だろうと思うんですが、これ大橋なのかな、エンジンの音がずっとしてるから多分そうなんだろうな、でもよく分からんなというような気持ちでずっと私はバスに乗っていました。やっぱりどうせなら窓側に座りたいという気持ちはあるんですが、窓の方をですね、カーテンを開けてしまうと、それはそれで通路側の人が眩しくなってしまうということもあるので、ちょっと外の景色を夜行バスで楽しむというのはあまり現実的ではないのかもしれませんね。ただ最前列に関しては太陽光線の対策でかなりしっかりとしたフィルターが貼ってあるので、このぐらいの車内の明るさであれば全然誰の迷惑にもならないでしょう。これが車内の全体的な雰囲気です。動画撮るのもね、悪いことしてるわけじゃないけど、さすがにちょっと気が引けたので、まあ、それは周りの方に気づかれないようなですね、こっそりと撮影するというような感じでやりました。今車内放送で言っていますね。バスは間もなく消灯をすると言っています。窓側の人はカーテンを閉めるようにと案内がありましたが、当然最初の新木場を出発した時点でカーテンは全部閉まっているので、別にこれで問題はありません。また最前列の方はこの後も動画を何度か撮ってくださり本当にありがたかったんですが、どうもカーテンの隙間のところからとかですね、うまいこと撮影してくださったように本当に気の利く方だと思います。
車内放送で言っていました。次にお客さんが降りられるのは京都駅ですが、最初の休憩地点として鮎沢パーキングエリアがあります。消灯？ん？ずいぶん明るいなぁと思いましたが、ちょっと暗くなりました。さて、ここでまた秘密道具。いい夜行バスに乗るとですね、例えば西鉄の博多号のいい席に乗ったりとか、 JR のドリームロリエに乗ったりするともらえる蒸気でアイマスクを持ってきました。これをつけるととてもリラックスしてよく眠ることができるかなと思います。で、これで準備してたらですね、もっと暗くなりました。さっきのは消灯の予告みたいな感じだったんですかね。ちょうど寝る支度が済んだところです。マスクはしないといけないですよね、多分ね。マスクもして、またアイマスクもして、この状態でぐっすり眠れるかな。割と車内は思っていたほどうるさくはなかったですが、エンジンの音は常にしていて、また大学生グループたちはこの後もインスタグラムをたくさん見たりとかですね、周りに会話を続けたりとかして、音と光のエンターテインメントを提供してくれていました。ただそうは言っても思っていたほどそういう迷惑なお客さんみたいな人はいなかったです。でもまあせいぜいこれぐらいです。昔急行浜那須のラウンジカーでですね、大騒ぎしてる人が、お酒飲んで大騒ぎしてる人がいっぱいいて、夜うるさくて眠れないよみたいなことがあったんですけれども、全然それに比べれば、まあ若くてエネルギーがある割にはこんだけの音量で抑えてくれてるし、いいんじゃないかなと思っていました。バスは東名高速を西へ西へ、今神奈川県内あたりを走っているところでしょうか。このようにたまにグワーッと床下から運転手さんがアクセルを踏んでいる音を聞き、その度にエンジンがうるさいなと思えばそうなんですけれども、まあ、一方で自分はここで目を閉じて椅子に座っているけれど、運転手さんはここで常に前後左右危険なものがないだろうかということを確認しながら、私たちを時速100キロで大阪へ向けて一生懸命運んでくれているんだな、みんなが寝る時間に一生懸命身の安全、みんなの安全を考えながら仕事をして、そして今アクセルを踏んでいるんだなということを思うと、意外とこれがなんかとても贅沢なことをしているんじゃないかという気分になってきます。東京大阪間移動の最下層を行っている身分ですが、とてもそんなことは感じません。運転手付きの贅沢な移動です。これが2500円でできるんだからすごいですよね。大学生グループたちはさっきよりも随分声を静かにしつつ、まだおしゃべりに興じているようです。ちなみにどこまで彼らがおしゃべりしていたのかと言いますと、午前1時過ぎの鮎沢パーキングエリアの手前くらいまではおしゃべりをずっとしていましたが、その後は SNS をやる程度で、まあ目を閉じていれば全く何の影響も他には来たさないだろうという感じでした。また床下からエンジンの音、運転手さん頑張ってるんだなという気分になってきました。しかしそろそろぐっすり眠っておいた方がいいでしょう。で、私がぐっすり眠るためにやってきたこの日の究極の対策は次のようなものになります。この日私はちょっと寝不足気味になりまして、朝の6時台に起き東京中を1日観光して回っていました。で、普通に歩いた歩数がそれだけで3万歩ぐらいあったかな。つまりなるべく疲れるということをしておいたのです。さらにいつも動画撮影でお世話になっています交通チャンネルも最近もよく出てくださっているクラブツーリズム鉄道部の大塚さんに、私からお願いをして、ちょっと一緒に新宿を走ってくれませんかということをしました。この大塚さんという方はイベント列車を運転する企画する傍らですね、毎月100キロを乗る間にランニングをされている方で、かなり体力があります。この大塚さんに頼んで一緒にランニングをして、夜の夜行バス乗車に備えて疲労を蓄えておくということをしてみたのです。大塚さんはかなりハイペースで走れる方です。これについていくことで究極の疲労獲得を目指します。ぐるっと一周することで1キロになる新宿中央公園、ちょっと早いです。1キロ地点、ちょっと早いペースで走ることができているらしいです。5分ぐらいかかりました。しかし途中急な上り坂があります。この上り坂は後々きつそうです。このコース一番の困難な場所でした。大塚さんは軽々、いやこの坂はきつそうです、でもちょっときつそうですねという話をしていました。だって2キロ地点、
5分13秒です。5分13秒でまた一周できました。しかしちょっと間が空いています。さあ続きまして3キロ地点、大塚さんは順調に走ってきましたが後ろを向いてもいません。ちょっとここで待つことになりました。しばらく待っていますとようやく私が現れ、ちょっと水を飲ませてください。この前何時間も水分補給を忘れてやってしまっていたので、まずい、すぐ飲まないと死ぬ気でお水を購入。この顔を見てください、本当にきつそうな顔をしています。そして過酷な4周目、4キロ地点、全然ついてこられていません。一応ちょっとここで水を飲んでからもう一周ということにしました。最後は上着などを脱いで、あともう一周だけ、5キロ地点まで最後は本気を出して走ろうということにしました。大塚さんはかなり早く到達しました。5分19秒平均でですね、それを5キロでずっと走り続けてきたということですから、だいぶ早いでいいペースだと思います。それに死ぬ気でついてきましたが、もう限界です。これでやめることにしました。もうちょっと行きたかったですけどね。大塚さんですね、歩き方がもう変になってる感じすいません、本当に変なんです。ちょっとビコ引いてますさっきの歩き方じゃないです。ちょっと確かに変ですよねというふうに、もはや疲労ではないような状態になってしまいました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ごちそうになっちゃいました。いやだけど早いですよ。さっきも言いましたけど、はい、5分30秒のペースだから、はい、フルマラソンにすると4時間半ぐらいで走れるんで、多分まだ25ぐらいでした。今24です。24。まあまあまあ、だから今からもし走れればもうすぐマラソンなんか行けると思います。あ、マラソンか。かくしてこの日1日歩いた距離が31000歩、歩いた距離で23キロ、さらにそれプラス5キロのランニングをしましたので、まあだいたい28キロぐらいは動き回ったということになります。相当疲れました。1日で1週間分の運動をしてしまいました。この疲労をあとはバスで快適に過ごすために使いたいところです。またスマートフォンの画面は基本的にランニングの後はもうずっと暗い状態にしておきました。明るい画面を見ると体が勝手に覚醒してしまうんではないかと思ったからです。また出発の直前に家でお風呂に入ってから出発することにしました。なんか髪がめちゃくちゃ白く見えるんですけれども、お風呂に入ってですね、体温を一旦上げてそれが冷めていくというところがとても眠気を呼び起こすのにいい効果になるそうです。そしてさらに出発の直前に私がズボンを脱いでいましたが、これも何かと言いますと、寝巻きを着てきて体を締め付けるようなものを取り払うことによって、おそらくそれもまた眠りやすくなるだろうと考えてのことでございました。さらに先ほどご案内したようないくつかの安心睡眠グッズも揃えてきたわけです。そしてさて、これだけの万全の対策をしてバスに乗り込んだわけですが、実際どれぐらい効果があったかと申しますと、何の効果もありませんでした。何にも効果はなかったです。びっくりでしたよ。あのね、なんか寝ようと思ってずっと目は閉じているんだけれども、頭の奥でやっぱり後部に来たからか分かりませんが、エアロキングのエンジンがずっと鳴り響いています。また時折振動などもありまして、足をですね思い切り伸ばそうとするとすねが前の座席に当たってしまうとか、あと横の方がちょっと熟睡されていたようで、その足がほんのわずかなんですけれども私の方に侵食してきたとかですね、まあ、様々なことがありまして眠ることはできなかったのです。ただ多分眠れてないと思うんですけど、もしかしたら眠れていたのかもしれないんですね。それにしては翌日の疲れが随分少なかったので、ちょっとそれは分からないところなんですが、多分夜行バスに乗り慣れた方は経験あるんじゃないですかね。眠れてないと思うんだけど、もしかしたら寝たかもみたいな。しばらくするとエンジンが静かになりました。午前1時ごろ、バスは鮎沢パーキングエリアで休憩のために止まりました。休憩で降りていく方はかなりたくさんいました。逆に言うと眠れている方もだいぶ少ないようでした。車内はかなり暗い状態で、階段のところだけは照明が必要ですからこのように灯されています。
そして1階の扉のところから出るわけです。さて1時15分出発とここに出してくれています。これはありがたいですね。1階席がこの扉のすぐ目の前にありまして、ここは外の冷たい空気とか騒音とかですね、あと階段の照明とかが干渉するような状態でしたので、どうなんですかね、結構この席は2階と比べるときついんじゃないのかなって気がしますが、エンジン音は少し小さいかもしれないですけどね、2階後方より。お、向こういるあの白いバスは、あれはグランドリームですね。同じく大阪行き3列の独立シートと深く倒れる座席、うん、羨ましい。しかし値段はあちらの方がだいぶ上です。多分超特特ドリームの2倍は絶対しますよ。3倍近いんじゃないかな。またこちらにも西日本 JR バスのアストロメガが止まっています。でかいツバメのマーク。これ行き先は青春エコドリーム、私と同じ4列掛けの座席ですね。京都経由 JR 奈良駅行きです。ちょうどお金のない学生が京都奈良を見物するにはちょうどいいような便ではないでしょうか。青春エコドリーム仕様の座席はきついんじゃないかなと思いましたが、若い人よりもむしろ年配の方が多く乗っているのが印象的でした。夜のサービスエリア、トラックに泊まれて止まっているこのバス、かっこいいですね。車高が限界の 3.8 メートルまで掲げされていて、こんな縦に長い乗り物がなかなか乗る機会はありません。この三菱エアロ金融の放送はもう今後乗ることができないような、だんだん貴重な車両になっていますからね。年式はこれなんか2008年の車らしいんですけど、そろそろ寿命になってしまいそうです。それでは車内に戻り再出発。外がだいぶ寒かったのですっかり目も冴えてしまいました。まあいいです。座席を全部倒させてもらって、他のお客さんもさすがにもうみんな寝静まっています。寝静まっているというか、とにかく静かにしています。やっぱり周りを見てみると年配の方の方が旅慣れているのかなという印象でした。ドリーム号の歴史はもう50年以上ありまして、50年前にデビューした時の当時の広告の写真こんな感じなんですけれども、これ当時はですね、すごく豪華ななんか特急のグリーン車みたいな感じの豪華なバスですよみたいな感じでどうも宣伝していたらしいです。それから50年経ちまして、今ではなんか東京大阪間の移動の最底辺の方法がこれですみたいなふうに私も紹介しているわけですけれども、しかし50年前に豪華なものだとしてみんなに認識されていたもの、そのサービスレベルは今でも保っています。ご高齢の方にとっては今でも十分豪華な移動方法なのかもしれませんね。さてその後、愛知県の新城で運転手さんが交代されました。さっきまでは JR バス関東の方が担当していましたが、西日本 JR バスの方に交代し、その方が大阪までこのバスを担当していきます。またこの途中ですね、なぜかわからないですが藤枝のサービスエリアでもどうも一旦休憩したようです。私はその時になんか止まったな、何なんだろうとか思って結局外には降りなかったんですけれども、どうも時間が多分早すぎたんでしょうね、余っていたんだろうと思います。わかりませんが、そしてもう一度休憩で止まりました。ロリムルリエが前に止まっています。ここはどこなんだろうか、放送はよく聞こえませんでした。西日本 JR バスの最高級のバスです。この間乗りましたこのプレシャスクラスはめちゃめちゃ快適でした。座席の上でリクライニングができるほど。大阪行きですね。ロリムルリエは東京大阪間でしか走っていないバスの最上位サービスです。またこの2つお隣に先ほども見ましたね、青春エコドリーム京都経由奈良行き、要するに東京駅を23時とか22時50分とか同じぐらいに出発した大量の東京京都大阪間を走るバスたちがみんな一堂にこのように移動していく光景を見ることができるわけです。そしてみんな同じようなところで休憩します。これさっき鮎沢で見たグランドリームのバス同じやつですね。ここは三重県です。あ、そうなんですか。御在所サービスエリア、なんかもともとはですね土山サービスエリアで休憩するという風な話をしてたと思ったんですが、なんか休憩の場所が変更になったようです。まあ、休憩の場所というのはたまに変更になることがありまして、予定していない休憩がその間に入るということもあったりするそうです。ただその後またぐっすり寝まして、いや嘘だ、そのぐっすり寝てはいない、全然寝てないんですけれども、これはですねまた一番前に座っている方が私のために撮ってくださった写真です。五条通りのトンネル、このトンネルいいトンネルですよと昨日の夜のうちにお話ししてたんですが、そしたらですねなんとわざわざ撮ってくださっていました。本当すみません、ありがとうございます。これを通り抜けますと京都都に入ります。着いたという感じ。
一番前に乗っているとその感じを味わうことができると思いますが、私はどこを走っているのか全然わかりませんでした。この状態ですからね。車内では鳥の鳴き声が聞こえるんですね。窓側の方がちょっとカーテンを開けて外の景色を見てくれているので、どうも洛中に入っているらしいということはここでわかります。エンジン音はずっとこんな感じです。そして京都の駅に着きますとお客さんがごっそり降りるので、ここで座席を移動することにしました。私の隣の方は大阪まで行かれるようでしたが、一方で京都だったらね、グループで旅行される方もいるので、2人連れで降りていったところを狙って一人掛けの席に移動というわけです。ここから乗ってくる人はもういないですから。窓はかなり汚れていました。まあ夜行でしか多分この車両使わないんだろうと思うんで、そうすると窓をきれいにしておく理由もないんでしょうね。ずっと閉めるのが当たり前ですから。外を見ると京都市バスのおなじみの緑色の車両がたくさん止まっていて、あ、確かに京都に着いているらしいということがわかります。銀閣寺、岩倉、この辺りも見てようやく移動しているという感じになったものでした。外の様子が全くわからない移動って私普段なかなかしないんですね。これから大阪まで再出発、結構時間がかかります。車内では高速バスネットの宣伝放送をしています。基本的に JR バスの予約をする予約サイトが高速バスネット。また京都を出発するとすぐ室内照明が落とされました。大阪までまた続けて寝たいという人もいるでしょうし、落とした方がサービスとしてはいいでしょうね。ですから外はかなり明るいんですけれども、中はこのように闇に包まれています。外の景色を見たいところではあるのですが、カーテンをちょっとでも開けてしまうと中にまばゆい明かりが入ってきて、まだお客さんがたくさん乗っていますからかなり迷惑になります。でも外の景色せっかくだから見たいしな、いろいろ考えまして、カメラをこのカーテンのごくわずかなレンズの分だけ開けた隙間のところから外に出して、そのディスプレイだったら大丈夫なので、それでですね、外の景色を見るということをしました。もうほんと潜水艦の潜望鏡を覗いているような気分です。外は普通に一日の生活がもう始まっています。朝の今7時になろうかどうかという頃になってきてるんですが、外と中はまるで別世界ですね。エンジンの音だけが響き、どこを走っているのかよくわからない車内。外では普通に人が暮らしていて、五重の塔が佇んでいます。世界遺産の京都当時の五重の塔です。窓側の場合は格安のバスとかでおなじみ、このレバーみたいなのを引っ張って後ろに倒す方式です。かなり深く倒れます。私はもう遠慮なく大体倒すことにしています。さて、バスはまた名神高速に戻ってきました。さっきも一回走っていたはずですが、外は全然見えなかったのでよく分かりませんでした。いくつもの大型のトラックと並走しながら進むかっこいい光景です。ここで反対側からやってくるバスに注目してください。東京では見ることのできなかったツバメのマークをつけたバスが今通過していきました。あれはおそらく四国からやってきた夜行のドリーム号で、多分京都行きが最後なんでしょうね。 JR 四国のバスです。東京では見られません。またバスは長いトンネルに入ります。これが天王山トンネルだと思います。京都府と大阪府の境目のところに作られている、とても作るのに苦労したと言われるトンネルです。名神高速を最初作っているとき、ここのトンネルを掘るのにあまりにも苦労して、地質がものすごく掘るのが難しかったらしいんですけれども、このトンネルがちゃんと作れなければ名神高速を期日まで完成することはできないから、視力を尽くしてここを作るというようなことをやって頑張ったそうです。なんとかここはうまく作ることができ、名神高速は今でもここが一時ボトルネックとなっていた時代もあったそうですが、トンネルを増やすなどしてかなり活躍している状態です。今見えましたね、大阪府の看板を通過しました。さて、大阪に入ってしばらく茨城吹田のあたりで、多分近畿道という高速に別のところに入るんですけれども、そこら辺で右手に見える景色でぜひ見ておきたいものがあります。太陽の塔です。なんかいつも見ると怖い顔をしているように見えますが、この
長いバスの乗車の後、これを見ますとなんだかその体が随分優美に見えてですね、優しく、あ、ようこそおいでなさいましたみたいな感じで手を広げて迎えてくれているように感じてしまいます。その後バスは一般道に入ります。法定速度60キロの新御堂筋です。この新御堂は横にある大阪市営地下鉄、あ、今大阪メトロになりましたね、この御堂筋線とぴったり横を走っていて、ちょうど今右側の車線を走っているようで、まるでこれが地下鉄の特急に乗っているような気分になりまして、結構面白い区間だと思います。今朝の通勤時間帯ということで本数も増えていると思います。駅は真横にある場合もあれば、このように下にある駅などもありまして、これ緑地公園だと思いますが、ここにも看板などが出ていて、鉄道と並走するというよりも鉄道に乗っているような気分を味わえます。多分なんかこれもね、鉄道を整備する上でのその予算運営のそのスキームというのかな、それの関係で多分道路と併設するっていうのが重要だったんだろうと思います。この辺りでは地下鉄は地下ではなくこのような高架線を走っています。そして地下鉄よりも基本的に横の新御堂を走るバスの方が速いそうでして、このように地下鉄を抜いたり、しかし所々道が混んでいると地下鉄に抜かれたりします。ちなみにこの新御堂筋は、まあ、無料の首都高速道路みたいな感じですね。これで縦1本に大阪の北部からまっすぐ大阪市内に直進できるというわけです。今やってきました、これが新大阪駅、上に東海道新幹線のプラットフォームがあり、今ここで交差しているところです。この壁の向こう側に地下鉄御堂筋線のホームがあります。今止まっています。さっき一度追い抜かれましたが、またこちらが追い抜かしました。あちらも出発してきていますが、おそらくもう追いつかれることはなく、このまま梅田中心部まで入っていってしまうでしょう。ようやくやってきました、大阪梅田。ずっと一晩座っていただけですから、まあ、疲れたというよりはね、疲れてはいないんですけど、体のどこかになんか疲れみたいなものが存在しているような気がするという、ちょっと不思議な状態です。まあ、横バスに一晩乗られている方は何度も経験した感覚ではないかと思います。ついに JR とも交差して、ここを右折して大阪駅の目の前のところまで出ていきます。あの阪神とか阪急とかの並んでいるところですね。目の前が大阪駅の大きなホテルグランビアです。あれがもう大阪駅です。阪急のでかいビルなども見えます。ついに大阪にたどり着きました。あとはこの大阪駅の北側ということになると思いますが、あの大屋根の裏側のところにですね、こんな感じの立派なバスターミナルがありまして、ここで列車のホームのようなきちんと整備されたところから降りて、ついに開放ということになります。ちなみにバスは予定よりも5分ほど早く到着しました。これはありがたかった。運転手さん、お疲れ様でした挨拶をして、運転手さんが一番大変ですからね。そして忘れ物もないようによく確認しておりました。さて、この動画はここで終わりではありません。先ほど言いましたように、私は大阪までやってくるのが目的ではなく、今回は実は JR 四国さんの取材の関係で松山まで行く予定だったので、松山行きの高速バスにさらにここから乗り換えます。ちなみに、またご一緒していた視聴者の方は、実は京都駅で降りになったんですけれども、その後新快速で私のバスを追い抜いて先に大阪に到着されていました。わざわざ面白く出迎えてくださってありがとうございます。面白かったです。安全に押しボタンを押して踏切を通過。さて、これから先たった11分の接続の予定でバスを予約していました。11分後の午前8時発松山エクスプレス3号に乗り換えです。この松山エクスプレス3号、なんとグランドリームの車両が使われているではありませんか。やったー、もうこれは命の喜びの声を上げます。これはどういうことかと言いますと、夜行バス用の車両でグランドリームってさっき紹介した超トクトクドリームよりもだいぶ快適なこんな感じのね、3列シートの車両があるんですけれども、それを夜だけ使うというのではもったいないので、昼間の一般の路線バスにも使ってくれることがあるのです。そして今回の松山エクスプレス3号はまさにそれで、昼間のバスで格安で移動できるにもかかわらず、こんな感じのデラックスな内装になっていました。これ新幹線より快適ですよ。まあ、振動とかの面でね、新幹線の方がいいってのもあるんですけども、まずリクライニングの機能を使ってみましょう。これを倒して倒すんですが、立体的な倒れ方をするんですよね。東海道新幹線 N700S みたいな倒れ方、後ろにはそこまで干渉しないような倒れ方の角度なんですけれども、しかし座面も一緒にスライドするのでかなり深くなっています。そしてフットレスト、
こんなのもついているんですけれども、どうやって使うのか最初よく分かりませんでした。後で分かりましたけどね。そしてバスは阪神高速へ進みます。右手、これ大阪名物ですよね。ビルの中に高速道路が突っ込んでいく光景、こんなに間近で見たのは初めてです。いい光景ですね。そして料金所へ、というかかなり贅沢ですよね。早速阪神高速に進みましたが、まず大阪の北の中心梅田から南の中心難波まで、大阪市内を移動するために短い距離ですが高速道路を使っていくといいます。都市高速に乗るというのはとても楽しいことで、街の中心部を高速で駆け抜けるというなかなかできない体験ができます。阪神高速は特に面白いです。合流、これ合流大丈夫なのと思ったら、このままですね、ギュッと合流して少なくとも3車線の広い幅でそのまま進んでいくようです。そしてこれから大川のところに出ていくんじゃないかと思いますが、右手がですね、大阪の大商人住友のビル群、そのビルの合間を縫ってたくさんの車が走ってきます。かっこいい光景です。今右手に中之島を見ています。大阪で最も栄える商業地です。日銀とか大阪のなんか市役所とかそういうのもみんなこの辺りにあったかと思います。ものすごい数の車です。私はなんか一晩中あんまり眠れていなかったような気がしたので、気持ちがちょっと疲れていましたが、この爽快な景色は素晴らしかったですね。疲労を全部一気に解消してくれました。御堂筋です。一列にみんな一方通行で進んでいきます。大阪の力を感じさせる光景。ここで右手に大きくカーブをして中之島を南側から一望することができます。奥にある高いビル群がだいたい住友の持っている建物ですね。公会堂、レンガ造りの貴重な文化財なども残っています。さて、このフットレストなんですけれども、こうやってかかとをここに置く仕組みなのだということが分かりました。これすごく良くて、足をしっかり前に伸ばすことができます。旧式のフットレストだとね、足を伸ばすことができなくて、フットレストがかえって邪魔になって、こんなもんつけないでくれた方がいいのになとか思うことが正直あるんですけれども、よく考えられているなと思いました。分岐、合流の連続です。バスの窓は普通の自動車の窓と比べて大きいですからね。乗り物に乗って移動しているという感じがして、自家用車で移動するよりも私は楽しいと思います。運転手付きだしね。右左のカーブ、遠心力はあまり感じません。右手に人形浄瑠璃の劇場がありましたね。またこちらはちょっと離れたところからですが、道頓堀のドンキホーテの変な形をした観覧車を見ています。大阪の市内遊覧になっています。ただ移動のついでにこんな景色が楽しめるんですから、こんな素晴らしいことはありません。さて、もう一度御堂筋を通過。そしてこれが港町ジャンクションですね。すごい複雑な構造ですよね。首都高でもなかなか見ないと思いますよ。あっちにもなんか JR 貨物のトラックとか JR バスみたいなのが走ってますね。あとこの右手になんか武道館みたいな建物がありますが、あの中になんかサービスエリアが入ってるらしいですね。行ったことないですけど、すごいですね。建物の中ですか、箱崎ジャンクションみたいな感じのところです。そしてこことそのままほとんど直結して JR 難波港町のバスターミナルにそのままバスが着きます。ここから南のお客さんをまた連れてくるということになります。梅田と難波の間なんて歩いても40分ぐらいで、バスだったらすぐ行っちゃうんじゃないかなと思うので、こんなところでわざわざ高速道路を使わなくてもいいんじゃないかと思ったんですけれども、渋滞に巻き込まれるとやっぱり遅れてしまうから、多分それのリスク解消の手段なんでしょうね。さっき大阪駅で買ってきたものをここに置き、そして難波からもお客さんが乗ってきましたが、私の後ろには誰も来なかったので思い切り倒してしまうことにしました。そしてこれは夜行バス仕様の作りになっていて、グランドリームにはこのようなカーテンまでついています。結構便利です。これですね、こんな風にマグネット方式になっていて、ピチッとくっついてくれます。こんな豪華な昼のバスでいいのかと思いました。ちなみに大阪から松山までで事前に買うと5000円とかだったと思いますよ。名前は橋13時30分大海道13時43分 JR 松山駅13時51分松山までの所要時間はだいたい6時間です。新幹線と特急を乗り継いでいくと多分その半分とかになると思いますから、時間もかかりますが、まあ、座席は快適だしいいやと思いました。急ぐものでもないですしね。もう一度ここから阪神高速に乗り込みます。まだまだこれから先見どころが続きます。すごい景色ですね。
これもさっきの港町ジャンクションの一部ですね。奥にもまだ高速が伸びています。なんか首都高よりすごいんじゃないかとか思うんですけど、どうなんでしょう。あまり高速道路に詳しくないけど、大阪のこの車のいろいろ乗り回すっていうのもまたやってみたいところですね。まだ合流合流に続いてさらに合流ですから、かっこいいですよね。というふうにただの市内見物のようになっています。バスの面白いところです。西千葉ジャンクションでまた左右に分かれます。右手に進むと伊丹空港とか池田の方に行けるそうです。でこれ左に行きますと大阪の海沿いの景色、ユニバーサルスタジオジャパン、そういうところを楽しめます。おお、なんかかっこいいですね。運転難しそうだけど、道の幅は首都高より広いかな、あんまり変わらないような気がします。ここで合流、周りの車がうまくペースを合わせてくれています。不思議な場所ですね。常に何かしらの道が分岐合流しているような毛細血管のような道を走ることになりました。ちなみに今の場所が有名な、よく名前の聞く阿波座ですね。阿波座っていうのは初めて来ました。こういう場所なんですね。海の景色素晴らしいですよ。これはきっと一度通ってみたいと思っていました。大阪港の景色を一望できるでしょう。右手に大きくカーブしながらバスならではの横向きの景色を楽しむことができます。自動車も全面展望が楽しくてそれはそれでいいんですが、一方でバスに乗っていると横からの長い窓を越して景色を見るっていうのがいいんじゃないですかね。大きな社長橋から見ますと大阪湾を形成するいくつもの川たち、奥には梅田周辺のビル群なども見ることができます。大阪の都会ぶりを感じます。そしてこれがユニバーサルシティですね。ちょうどここに安治川口があり、東京からやってきた高速貨物列車、見えますかね。今コンテナを全部下ろしてますけれど、スーパーレールカーゴが止まっていました。あれは夜行バスよりも2時間以上早く大阪に来てしまいます。ユニバーサルシティ駅も見えました。そしてこれがユニバーサルスタジオジャパン、ハリーポッターとかが在学していそうなお城などが並んでいます。ユニバーサルスタジオジャパンはこちら側から見ることに関してはそこまでは想定していない作りのようで、まあこっちから来る人は入園者じゃないですからね。その裏側の構造物が全部見えちゃいました。こんなに見えていいのかと思いましたが、まあ裏側はそれはね、作る必要ないところですから、まあ、あまり細かく映すとなんかわかんないですけど、よくないかもしれないのでこれぐらいにしておこうと思います。そして最後に新淀川を渡り、大塚の中心部からはもう離れるということになりました。ちょっと大阪の部分が長かったですけれど、これから先はテンポよく行こうと思います。バスは神戸に近づいてきました。そして何やら運転手さんが迂回すると言っています。本来であればこの後ですね、湾岸線の方から多分この右側には車が詰まっているところに行かないといけないんだろうと思うんですが、この一番右手の車線のところが渋滞しているので迂回して六甲アイランドの方に行くと言っています。六甲アイランドって全然違うところに行くんじゃないかと思いましたが、ちょっと見てみることにしました。ここで本当であれば一旦高速を降りて右手に分岐する黄色で示されている道路の方に進まなければいけないようです。しかしそちらは車線がここ一つしかなくとても混んでいます。そこでこの右手に進むのではなく、ここで左手に分岐をして別の道から行くそうです。これはかっこいいですね。下を大型線が通ることを想定して橋も上の方に大きく持ち上げています。そして今神戸の大阪湾に面した港の方までやってきました。素晴らしい六甲ライナーと奥に神戸の街の景色が一望できるところです。これは迂回ですから普段であれば松山エクスプレスに乗っていても見ることのできない光景ですが、たまたまここで神戸の素晴らしい景色を楽しむことができました。ちなみに渋滞があそこでちょっと発生していたので迂回と言いましても、そんなに所要時間が増えることはありませんでした。またここ右手を見ると、あら、道路がブチッと寸断されてますね。将来的にこの辺りの開発がまた進んだら、あの道路を延伸したりする考えがあるのかもしれません。ここで朝ごはんを食べます。大阪の駅で実はちょっとだけ乗り換えの合間にですね、コンビニで買い物をすることができたのでした。まあバスに関しては絶対途中で休憩がありますから、食べ物の心配とかあまりする必要はないでしょう。バスは六甲アイランドに降りてきました。ここで見ると信号待ちの間に多分いろんな運転手さんたちが捨てていくんでしょうね。七色のゴミ箱があります。みんなどんなものを捨てているのかな。これがですね、世の中の闇を全て凝縮したようなとんでもないゴミ箱になっていまして、まだ缶コーヒーを捨てるとかだったらいいんですよ。でもあれ、氷結大丈夫なのか、そんなもん捨てて。
それから、まあ、モンスターとかね、目を覚ます系のやつはまあ運転頑張ってるんだなと思いますが、のど越し生本麒麟大変なことですよ。これはその同乗者の人が捨ててるんですよね。そうだと信じたいところですが、まあ実態としてはお酒飲みながら運転している人もそれなりにいるんだろうと思います。あまり見たくないものを見てしまったような気がします。さて、六甲アイランド、まあ、本土から離れた島の方に一旦渡ってきていましたが、またすぐにこの島から本土に戻るというちょっと不思議な走り方をします。ここでまた六甲ライナーとすれ違い、九州方面から来たやつですかね。フェリーサンフラワーなどが止まっています。阪急フェリーもいます。六甲アイランドというのはそういうのがついてくるようなところですね。バスは今北に向かって進んでいます。これでさっき迂回した大きな橋のところとまた合流することになりました。運転手さんも慣れているんですね。これは迂回した方がいい、その状況を見ればすぐに判断できるんだと思います。そしてそれほど遅れることはなく三宮の街中に入ってきました。お、あそこにいるバスはあれも西日本 JR バスの車両で高松駅行きと出ていますね。今回私のバスと一緒にこれから四国方面に渡っていくことになるでしょう。バスは三宮のバスターミナルでお客さんを拾いました。三宮駅前もかっこいいですよね。こちらはポートライナーです。日本で初めての新交通システムらしいです。ちなみにですね、京都でさっきのバスを降りてそこから新快速でやってきた場合、三宮には7時50分に到着できます。今9時13分です。バスと新快速の速さの違いというのをだいぶ感じるところです。まあ、バスはどうしてもお客さんを拾ったりするためにポツポツと止まったりとかして、ね、その分時間がかかるんですが、まあ、それよりも運賃が安い方がいいでしょうね。今バスはフラワーロードへ来ました。右手に神戸税関と書いてありますね。バスはやっぱり鉄道と比べるとより街の中心部とかに近いところをその街の肌に触れていくような感じで走っていくのが素晴らしいと思いますね。鉄道もね、もちろん街中を高速で抜けていくっていう楽しさがあるんですが、バスの方がその街の雰囲気やどういう風になっているのかなというのはより実感できる気がします。さて、もう一度高速道路へ。右手 JR 神戸駅です。これが東海道本線の終点。そしてまた急なカーブを描いていますが、ただ急なカーブを描く都市高速みたいな感じの区間はですね、もうそろそろこの辺で終わりです。今走っているのは第二神明かな、神戸と明石の間を走っている道です。明石というのは四国方面への玄関口、明石海峡大橋があるところですから、高速道路としてはとても重要な場所になるんじゃないかと思います。さっき通ってきた名神高速と似ているんですけれども、こちらは神明で字も違います。また料金所、さまざまな高速道路を乗り継いでいきます。さて、これから先明石海峡大橋を渡り徳島県方面に進んでいくわけですが、まあ、四国には今3つの橋がかかっているんですけれども、その中でおそらく一番利用価値が高いのがこの明石海峡大橋経由のルートなんじゃないでしょうか。そしてここには鉄道のルートは形成されておらず、鉄道で四国に行く場合には新幹線で岡山まで随分遠回りをしなければいけません。しかしバスは近道で行けます。この近道の関西との短絡ルート大変便利だということで、すごいですね、あっちにも徳島と案内の表示が出ていますが、その手前のところに広大な、多分これから道路をもしかしたら建設するかもしれないということなんでしょうね。大きなスペースがあってですね、まだ今のところは何もされていませんが、将来ここにもっと別のものが建設されるのかもしれません。この右側の荒れ地みたいなところですね、一応なんか舗装はしてあるみたいで、将来はここも自動車が通るようになるのかな。これを通り抜けて見どころ明石大橋へ向かいます。ちなみに今回は通らなかったんですけれども、垂水ジャンクションというとんでもなく巨大なジャンクションもこの近くにあってですね、それはそれは壮観な、日本で一番の高速道路のジャンクションの光景らしいです。さあ、それでは神戸市の東端舞子からついに明石海峡の上に進みます。今この真下には JR 西日本山陽本線が通っていまして、そこの JR 舞子駅とここは直接連絡しています。そして舞子の駅からここでバスに乗り換えて四国方面に渡っていくということもできるようになっています。この橋の上のところまで歩いたりエレベーターとかを使って登ってきてしまうということもできるんですね。ただこのバスは舞子は通過となっていました。
このバスの始発点の大阪から舞子までは新快速で来た方が、まあ、新快速が止まらないんですけど、快速電車で来た方が圧倒的に早いので、まあ、そこら辺は JR と電車をうまく乗り継ぐことで四国にもっと便利に行くことができるという場合もあります。立派な首都というんですかね、この吊り橋は本当に高い、世界で一番大きな吊り橋です。久々に渡りました。いつも鉄道ばっかり使っていますが、まあバスもね、鉄道の方を追いやってしまって、鉄道がその分弱くなってたらちょっと良くないんじゃないかという気もするんですが、まあ、バスも一応 JR グループのグループ会社ですから、この JR 便のお客さんが増えるんだったらそれはそれでいいんじゃないでしょうか。この高い橋から向こうに姫路加古川方面の景色を見ることになっていると思います。多分あれは神戸製鋼の製鉄所なんじゃないですかね。長い吊り橋を渡り、反対側淡路島に渡りました。淡路島はかなり大きいです。ちなみにここまでのルートどんな感じであったかというのを見ていただこうと思うんですが、まあ、京都からですね、高速バスでこういう風にずっと通ってきて、で大阪に北側からまっすぐ新御堂を通って入り、大阪の街中を阪神高速を使ってぐるぐると迂回するような感じで、しかし素早く抜けてきました。これが先ほど言った市内遊覧をやっていたというところですね。こんなに大きく遠回りをしているんですよね。高速に乗りまくりで景色のいいところでした、まあ、よく分かっていただけるんじゃないかなと思います。そして大阪の街中の難波の南のところを出発してから、今度は神戸に向かうと、南方のところとか海の海岸、ユニバーサルスタジオジャパンとかを通ってですね、そして大阪湾、瀬戸内海と続いてきて、先ほど神戸で一旦六甲アイランドのところ南方に寄り道をして迂回したというのはここです。その後三宮から最後のお客さんを拾って、あとは高速道路で一直線、今明石海峡大橋に差し掛かってついに淡路島に上陸したというところでございます。淡路島非常に大きいんですけれども、ここでそろそろ休憩の時間になりそうです。反対方面のバスもいっぱい走っていますね。何かタコかなんか取ってるのかな、タコじゃないと思いますけど、この辺りはタコが有名です。ここで松山エクスプレスにとって最初の休憩、15分間の休憩とのことです。この休憩地点でもやはり面白い景色が見られました。反対方面にも JR 四国バスが止まっていましたが、まあ、まずは外に降りましょう。他のお客さんもみんなカーテンを使っていますが、ほとんどの方が休憩で降りていかれました。まあ、観光の方が多かったのかな、あとは多分四国への帰省とかそういう方ですかね。そして私のバスだけじゃなく他のバスも同時にいくつも入ってきています。見るとあちらの鮮やかな色のバスは西日本 JR バスの車で、そしてグランドリームとは書いてありません。あれはね、普通の4列シートなんですけれども、こちらは高松エクスプレスです。大阪から出てきた高松行きのバス、私の乗っているのは松山エクスプレス、こちらはグランドリームです。高松エクスプレスよりも私の松山エクスプレスの方が座席がいいんですよね。さらにこちらには高知エクスプレスも止まっています。高知を過ぎて須崎まで行くバスで、これもグランドリーム仕様。他に海部観光の徳島行きのバスも来ていました。今四国の4つの県それぞれに向かうバスが手分けして同時にみんなで並んで明石海峡を越えているところです。結構かっこいいですよね。それぞれの県に1つずつのバスがぴったり出ている。本数もたくさんあって便利でしょう。さてファミリーマートでちょっと買い物をしました。徳島県要素ということで、まだここは実は兵庫県なんですけれども、すだちの飲み物を売っていました。まあ、こういうなんか観光地とかありそうな名物の飲み物って実はあんまり美味しくなかったりすることもあるんですけど、これね結構美味しかったですね。すごい良かったですね。そういう美味しいなと感じたものからスーツチャンネルでは紹介していきたいと思います。運賃の水準としては前の高松エクスプレスとこちらの松山エクスプレス、その後の高知エクスプレスと同じだと思いますが、高松エクスプレスだけですねちょっと座席のレベルが低くなっているというのが特徴です。まあ、たまたまなんだろうと思うんですけどね、運転手さんにお聞きしたんですよ。これなんでこんないい座席使ってるんですかって言ったら、まあ多分たまたまですかねみたいなこと、これはもう当たりですよって運転手さんにも言っていただきました。いやどうもありがとうございます、これから先もよろしくお願いします。運転手さんは松山まで交代されずに大阪から投資でのご乗務となるようです。だからこそ途中で休憩も必要なわけですね。多分休憩あれ交代しなかったんじゃないかな。で前の高松エクスプレスは多分目的地が近いので座席がまあちょっと少し簡素でもいいやという判断なんでしょうね。前を走っている高松エクスプレスと、まあ、わざとではないと思いますが
時間がほとんど同じような流れで来ているので、三宮からですねずっと同じように追いかけっこをするかのような形で走り続けることになりました。ずっと先行の車を見ていて、おっ来ました、名物ですね、大鳴門橋。今バスは兵庫県淡路島を走っていますが、渦潮が下で巻くあの大鳴門橋を渡ってからは徳島県鳴門に入ります。日本でも有名な潮流の速いところ、橋の下でまさに渦潮が発生する場所として知られています。そしてこの橋は新幹線などを建設することもできるような前提で建設されています。この橋の下の部分に鉄道を通せるらしいんですけれども、この橋に通すことはできるんですが、残念ながら現在のところでは淡路島と明石の間、これまでこのバスが通ってきた部分ですね、でそこにですね明石海峡橋のところに鉄道を通すことができないので、今のところここに鉄道を通すことは現実的ではないと見られています。もしもこの橋の下に鉄道を通す場合には、おそらく淡路島に入った後和歌山に抜けて新幹線を通していくことになるんじゃないかなと思われますが、そんなものが実現するのかどうかはちょっとまだ不明です。この大鳴門橋もかなり大きな吊り橋です。真下に渦潮が巻いていますが、ちょっとここからでは状態がよくわかりません。バスは徳島県に入りました。その後右手に小鳴門橋が見えます。これは大鳴門橋などを建設して徳島県と関西を近くしようという計画がまだあまり現実的ではないと思われていた時、つまりもうかなり大昔にですね、いやここにだって橋は架けられるんですよみたいなことを徳島県がアピールするために作った、まあ、モデルデモの橋だそうです。現在ももちろん渡ることができます。あれが作れたことによって、もしかして明石海峡大橋とかって行けるのかなみたいな雰囲気に気分が作られていったそうです。まあ、東海道新幹線のモデル線みたいなものですかね。前を走っているバスについていき、ここから先は徳島道に乗り換えということでいいのかなと思います。さてここで窓際のカーテンを全部閉めまして、私ももう一度寝てみることにしました。結局東京からあまり寝ていなかったですからね。足元の快適なレッグレスト、フットレストなどを全部使い、座り心地のいい座席でもう一度目にですね温かいアイマスクなどをして眠る体勢に入ってみようと思います。たださっきまでよりも車内が明るいので、一度昨日の夜に使ったものと、それから新しく取り出したものと2枚重ねで目の暗さを確保することにしました。これで眠れたのかということなんですけれども、ダメです、眠れませんでした。全然眠れなかった。なんでかわかんないんですけど、座席も十分快適なのに、いつもの旅行で昼間疲れててバスの中でうたた寝しちゃうっていうこともあるのに、全然眠れませんでした。結局眠れないままに吉野川サービスエリアに到着しました。もういいやと思って、ね、やはり起きることにしました。大泉洋さんの名言、もうバスで寝れないんだよというのがひしひしとわかります。なぜかわからないんですが、バスに乗っていると眠れないのです。なんでなんですよね。このサービスエリア面白いところで、セブンイレブンと書いてあってですね、外とつながっています。これは地元の吉野川の地元の方がここから入ってくるために作られている入り口だそうでして、逆に高速から来た人がここへ外で降りるということはやめてくださいと出ていました。ここでこんなのを買いました。ちょっとね本当は食事したかったんですけれど、食事するほどには休憩時間がなかったので、この徳島ラーメンなどを出していると思われるこの吉野亭というお店に入ることは泣く泣く諦めたんですが、しかしこの買った徳島県産のナルト金時のパイは非常に美味しかったですね。 2,3 個買っておけばいいと思いました。また今3月の終わり、温暖な四国ではやはり桜が満開、山の上の方などたくさん咲いています。綺麗ですね、吉野の桜みたいじゃないですか。いいものを見ました。また今回実は東京から最終目的地の松山まで一度もバス車内のトイレは使わなかったんですが、まあ、せっかくなのでトイレの横のところいろいろ見てみることにしました。ここに時刻表が出ています。でこれを見ると東京駅日本橋口とか書いてあってですね、普段このバスは確かに東京大阪間の夜行便としてよく使われているのだということがわかります。松山エクスプレスについての情報は全く書いていなくて、東京大阪間に関しての情報しかありません。そこがやはりこのバスにとって一番の活躍の場所だということですね。要するに満員運用ということでしょう。こちらがトイレです。トイレはかなり狭そうでした。またこのトイレの横にもっと小さな蚕棚のようなとても小さなスペースがあるんですが、
これはおそらくですね、開けると中に乗務員さんの休憩スペースがあるんだと思います。今回東京から松山までの全行程で2人乗務になる区間はなかったと思うんですが、まあ、場合によってはね、そういうこともできるようになってるんでしょう。それからこれが今買ったナルト金時です。これ本当に美味しくてね、びっくりしましたよ。いや、もっといっぱい買って帰ればよかったなと思いましたが、もう時間ギリギリだったのでやめておきました。そして出発。どうせ眠れないので外の景色を楽しむことにしました。ちなみに吉野川サービスエリアがどういう場所かっていうのよくわからない方もいると思うんですけど、後でまたご案内します。後方のトラックが来ていましたが、場所を譲ってくれて安全に合流。2車線の高速なんですかね。だいたいね、片側も1車線の高速っていうのが多いなと思ったんですが、思ったらその先でやっぱり片側1車線になりました。つまり前の車を追い越したりすることはできないということです。まあ通行量がそんなになければ別に1車線でも2車線でもそこまでは変わらないのかなと思います。このように上下線一本一本、真ん中には簡単な分離帯のようなものが設けられています。さて現在地がここです。こんな感じ、ずっとですね、さっき鳴門から徳島のあたりまで南下してきて、その後徳島市から吉野川に沿ってひたすらこの徳島道というのを登っています。大昔にこの吉野川に沿って徳島県の山奥の産物を海の方まで下ろしていたんですが、その道に沿って今でも高速道路が通っているわけです。徳島県にとってのシルクロードのような道のりです。さて右手に見えるのが JR 土山線、これの吉野川橋梁ですね。坪尻とかですね、橋倉とか結構景色のいいような区間です。ちょっと離れたところに琴平がありますが、この山を越えた反対側ですから行くのは大変です。ここでJR 徳島線と JR 土山線が合流する佃野駅を見ることができています。 JR 四国では有名な駅です。おお、佃がここから見下ろせるのか、気分が良かったですね。次が特急停車駅の阿波池田です。 JR の特急と同じく池田の町を上から見下ろすことができます。ここはタバコの町として有名で、昔ここで採れたタバコを今画面の右手に映っている吉野川に乗せて下ろし、それを近畿圏で消費するという経済の構造だったようです。この吉野川はこの後大ボケ、小ボケなど素晴らしい景色にまた変わっていくんですが、残念ながらそちら方面には向かいません。もう大昔苦労していた時代の名残が感じられる景色がありますね。ここ、これもう険しい崖の横のところにすごく頼りない細い道がありますが、これ多分もう大昔のなんか国道とかそれに類するような役割を負ってた道なんじゃないかと思いますよ。いわゆる旧道というやつでしょう。今私も通っているこんな立派な道になっていますが、見てください、今通ってきたこの道、あんなに細い割には地図でまあまあ太めに描かれています。多分県道かなんかにまでも指定されているんじゃないですかね。さてここで徳島県の最深部のあたりまでやってきました。これから先この赤いピンの立っている峠を越えて、あと松山まで100キロはないぐらい、直線距離ですけどね。昨日大塚さんにいただいた多いお茶を飲みます。実はここまで緑茶は飲んでいませんでした。カフェインを飲んでしまうともうさすがに目が冴えてしまうだろうと思って寝るつもりがあったんですが、もう私は松山まで寝るのは諦めてしまったわけです。もういいやと思ってですね、より一層目覚めたところであとは峠を下っています。さっきまでは上り坂だったのが下り坂に変わっているのわかるでしょうか。これで多分愛媛県に抜けたんじゃないですかね。四国中央市とかその辺ではないかと思います。長い下り坂、これを一気に下っていくとあとは海の際のところへ出て走るわけですが、まあ、高速道路はあんまり海のギリギリよりもですね、ちょっと山の内陸の方に入ったところを走るというのが普通なので、多分土地買収の関係なんだろうと思うんですが、これから先の景色はずっとこんな感じになるのかな。峠の上の方までやってきて、さっきまでは桜が咲いていたけれど今ここは咲いておらず、割と地形の険しいところだというのがわかると思います。それだけ多分気温も低いんでしょうね。さあ愛媛県だと思われますが、海沿いの町が見えてきました。で四国の愛媛県とかこの辺りはですね、中規模の町が結構たくさんありまして、ここ多分伊予三島とか川之江とかその辺だと思うんですが、そういった途中のいくつかある町にもバスや鉄道が止まっていき、お客さんの乗り降りが便利になっているというのが特徴です。ですから川之江の辺りではもうお客さんがだいぶ減ってきていました。松山以外にも需要があるというのがこの辺りの強みです。部分的に瀬戸内海が見えています。瀬戸内海の沿岸は結構栄えている印象で、新幹線が通ってもそれなりに需要があるんじゃないのかなと思ったりします。西条のあたりを過ぎますと鉄道は今治の方へ大きく迂回するんですが、高速道路は迂回する必要はなく今治への寄り道はなしで、そのまま最後中山川渓谷というそうです。ここの桜の咲いているこのあたりの渓谷を
今から通り抜けて、あとは松山へ下ります。最後は早かったですね。降りるとき乗車券などは回収させていただきますと放送していました。ちゃんとそれは用意しておかなければいけません。バスは松山の街中へ、今大街道を走っています。大街道はこのすぐ近くのところにあります。右手に JR 四国バス、だいぶ遠いところまでやってきました。これね、結論を言うとあまり疲れはしなかったですね。ただ寝てもいないので、なんか体のちょっと部分的にどっかいつもと違うところがあるんじゃないのかなという不安になったというところではあります。クタクタにならなかったというのも意外ではありました。お客さんももうほとんど降りています。大街道が松山の街の中心になっていまして、最後このバスは JR 松山駅を通り抜けた後、バスの営業所へ向かいます。そこまで乗るというとだいぶ町外れの方になるからお客さんも少なくなるんですね。右手はこれ多分三重県庁かな。次は JR 松山駅です。そろそろ終点です。ちなみに前のお客さんも結構リクライニングを倒していますが、前の方はですね、三宮から乗ってこられたんですけれども、もう座った瞬間に僕が後ろからちょっと良くないかなと思ったんですが、話しかけて、どうぞもうリクライニング好きなだけ倒してくださいとか言ったら、あ、ありがとうございますと言ってですね、気兼ねなく過ごせたようで、それは良かったと思います。さてこちらダイヤモンドクロッシングというのがあります。伊予鉄道の路面電車と一般電車がここで交差する珍しいポイントといいますか、構造物です。ということで最後の見どころまで見まして、着きました松山。向こうにも各都市へここから出ていくバスの切符などを売っていますが、遠くてもここから直行で出ているバスは名古屋駅です。東京を経ってですね、何時間経ったかな、東京駅から14時間ぐらいですかね、ずっと乗り続けましてですね、結局途中で1回もバスのトイレを使うことはなかったです。まあバスのトイレって安心のためにあるみたいなところもあるんで、まあ、それ全然いいですけども、着きました松山駅でございます。疲れたかどうかっていうのがポイントだと思うんですけど、あのね、今までで一番疲れてないです。でそれなんですけど、あの大阪に着いた時点でめちゃめちゃ疲れてたと思うんですよ。でもその後このグランドリームで、外の明かりを見ながらですね、座席に座っている間になんか回復してきまして、とりあえず今のところ大丈夫。ただ潜在的な疲労はある気がします。寝たのか寝てないのかがよくわからないんですよね。夜行バスに乗った経験が多い方はわかると思うんですけど、ずっとなんか超浅い眠りで、ずっと車のエンジンがこうなんかうなってる音はひたすら聞こえ続けていたから、なんか一睡もできなかったような気もするし、でもその時の記憶がほとんどなくて、実はぐっすり寝てたんじゃないかみたいなですね、よくわからない状態になっています。ただ言えることは別に眠くないし、足もですね、本来おそらく正常であるはずです。なぜそんな言い方なのかというと、実は足はめちゃくちゃ筋肉痛で痛いんですが、多分これはね、昨日新宿で走り回ったからだと思うんですよね。別にバスのせいではないと思うんですよ、おそらく。ふくらはぎパンパンだし、一応ズボンはちゃんと履いとかないとね。上もパジャマなんですけど、どうしよう。これもまあワイシャツ持ってきてるんで、上からワイシャツを着ればいいかなという感じでございます。まああとはね、さらに最終目的地は八幡浜なんで、そこまでの特急はまあ乗り込むとき上がパジャマでもいいんじゃないですか。向こうに伺う前手にはちゃんとした格好で行こうと思います。ということでした。ドリーム号の運転手さんも皆さん、ドリーム号だけじゃないです、深夜ですね、安全運転を心がけていらっしゃるバスのドライバーさんもいっぱいこの動画見てらっしゃると思うんですけれども、誠にありがとうございます。もうおかげさまです。もう眠れなくてもいいですよ。眠れずに、ね、座席に座ってるのより運転する方が何倍も大変なわけですから、ありがたいことをしていただいて、いや本当に助かります。いつもありがとうございます。夜行バス面白いですね。でもね、今後も楽しんで乗りたいと思います。ありがとうございました。